株式会社アネビーと申します。本日は病院内に公園を作るというご提案をさせていただいております。例えば長期入院のお子様などはものすごく遊びに制限がかかってしまうことがあるんですけれど、遊びはもうどんなお子様であっても発達にとってとても重要な要素ですので、病院の敷地内に遊び場があることで入院しているお子様の遊びの権利の保障、あるいはご兄弟さんが一緒に遊ぶ体験なんかも非常に少なくなりますので、そういったことも含めて実現できる機会になればなというふうに考えてご提案をさせていただいております。